浮橋、夢の浮橋。梅雨のごとき、刹那なるこの命、それに映るのはこの周なる世界。私たちは歯という夢の浮き足の上で、儚き夢を見ながら渡り歩んでいく。ある人は愛を、ある人は富を、ある人は知識を、ある人は誉れを。私たちはそれを求めてはいつも夢の浮き足から足を踏み外す。そして目が覚めた時に思う。私はまた夢の中で、なる夢をつかもうとこの橋の上を走った。それはとろうに終わった。またとろうに終わってしまった。私たちは何度同じことを繰り返すのでしょうか。聖なる主なる神様、私たちは日々心の内の偶像工事に明け暮れています。私たちの心の慰み者となってくれる偶像を我が心に安易に立て上げようとし、それの完成を願って礼拝してしまいます。その偶像もサタンの魔力が込められているがゆえに、一時的に私たちにとって忘れがたい快楽をもたらしてくれます。私たちは偶像依存症です。あなたを心から喜び、尊び、礼拝する心が足りません。主よ、願わくは何時より来たる、何時の右にある常しえに変わらぬ喜びを、楽しみを我に与えたまえ。アーメン、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 アーメン。